東証浪記の小太郎です。本日もよろしくお願いします。本日は高配当株特集をお送りします。銘柄の選定条件は次の4つです。 1. 配当利回りが 4% 以上であること。 2. 東京証券取引所が昨年から改善を求めている PBR 1倍割れ銘柄であること。この条件があることにより今後さらなる株主還元の向上が期待できます。 3. 割安の銘柄である PER 10倍未満の銘柄であること。 4. 1株1000円未満のお手頃銘柄であることの4点です。マネックス証券のスクリーニング機能は条件を最大で5つまで指定し銘柄を絞り込むことができます。この条件で絞り込むと11銘柄が選ばれましたので、この中からおすすめできるもののみをご紹介します。本日は株価1000円未満、 PBR 1倍割れ、配当 4% 超え、高配当銘柄4選と題して情報をシェアしていきたいと思います。一銘柄目が4410播磨化成グループです。株価928円、時価総額242億円、ROE 2%、PBR 0.58 倍、配当利回り 4.53% の価格用に分類される銘柄です。企業概要は、松から取れる油を基軸とした化学素材メーカーです。ロジンとも呼ばれる松ヤニから取られるトールロジンやガムロジンといった化学素材を作る国内唯一の企業です。事業はグローバルに展開しており、世界12カ国でビジネスを行っています。業績の推移は、青色の売上高はまずまずですが、赤色の営業利益が今期赤字となっています。決算資料を見てみますと、ヨーロッパと中国向けの商材が伸び悩んだことと、エネルギー価格の高騰などによる製造原価の上昇が原因と分析しています。今後の反転攻勢に期待したいところです。海外売上高比率は 61.5% となっており、欧州 19% やアメリカ 17% が比率の大きな地域となっています。紫色の設備投資、青色の研究開発費については、昨年度大きな設備投資を行っています。研究開発費は安定して捻出し、将来への投資を行っています。緑色の有利子負債は 36%、赤色の自己資本比率は 40% となっており、ここは今後も注意して見ておかなければいけない指標です。配当金については、9月中間、3月期末の年2回配当で、増配か維持を継続してくれているので、安心して株を保有できます。直近6ヶ月の株価チャートを見てみますと、3月末の権利落ち後も株価はすぐに上昇中です。株価が900円台の今仕込んでおきたいところです。2銘柄目が7593 VT ホールディングスです。株価529円、時価総額643億円、ROE 12%、PER 7倍、PBR 0.82 倍、配当利回り 4.54% の小売業に分類される銘柄です。企業概要は、名古屋に本社を構える大手自動車ディーラーグループで、旧社名はホンダベルの東海です。東海圏だけでなく、長野、静岡、埼玉、奈良、北海道、岐阜のディーラーを子会社化して、営業エリア、事業エリアを拡大しています。業績の推移は、コロナの時期を除くと、青色の売上高、赤色の営業利益ともに順調に推移しています。紫色の設備投資は、毎年しっかりと費用を当てている印象です。緑色で示した有利子負債は 37%、赤色の自己資本比率は現在 28% と、営業エリア拡大のために負債が増加している印象で、ここは注意して見ておく必要があります。証券会社のアナリストによるレーティングもあり、買いを推奨する強気が1名、
やや強気が1名と高評価です。配当金については9月中間、3月期末の年2回配当で、ご覧のように安定感のある配当実績となっています。高配当に加え、この銘柄には株主優待も存在します。権利確定月は9月です。優待内容は100株以上の保有で、車購入時や車検時に利用できる割引券がもらえます。お近くに営業所がある方には5万2900円の投資で優待までもらえるので、とても魅力的な銘柄です。株価の10年月足チャートを見てみますと、ここ最近はチャートは横ばい傾向なのがわかります。直近6ヶ月の日足チャートで見てみますと、3月末の権利落ち後、株価は上昇しています。9月末の優待のみ狙う手もありますし、高配当なので長期で持つ手もある面白い銘柄だと思います。3銘柄目は8897ミラースホールディングスです。株価489円、時価総額592億円、ROE 7%、PR 6倍、PBR 0.95 倍、配当利回り 4.91% の不動産業に分類される銘柄です。企業概要はマンション開発会社で、旧社名はタカラレーベンです。東武東上線沿線や埼玉県南部を基盤に、東北、北陸、近畿エリアで分譲マンション、レーベンの企画販売を行っています。業績の推移は、青色の売上高は順調、赤色の営業利益は昨年少し苦戦しましたが、うまく V 字回復を遂げる見込みで、こちらも良好と言えます。紫色の設備投資は2018年をピークに少しずつ減少しているのが若干気になりますが、まずまずといったところです。緑色の有利子負債の状況は 66%、赤色の自己資本比率は 18% と、不動産業界だと平均値といったところで心配はありません。配当金については9月中間、3月期末の年2回配当で、コロナ期に一度減配しましたが、その後無事復調しているので心配ない推移です。直近6ヶ月の株価チャートがこちらです。3月末の権利落ちで下落して、まだそこまで上がっていない状況です。ちょっと欲張って470円台をつけたところで仕込みたいところです。最後4銘柄目は5408中山製鋼所です。株価932円、時価総額588億円、ROE 11%、PER 6倍、PBR 0.50 倍、配当利回り 4.51% の鉄鋼業に分類される銘柄です。企業概要は老舗の電炉メーカーで、日本製鉄と資本関係がある系列会社です。製鋼、圧延、成形、加工技術を基盤に、他社では製造できない微細流熱延鋼板 NFG シリーズを世界で初めて工業生産するなど、高い技術力を持った企業です。業績の推移はコロナ時期を除いては、青色の売上高、赤色の営業利益ともに順調に推移しています。紫色の設備投資は毎年安定して予算を捻出している印象です。緑色の有利子負債の状況は 7%、赤色の自己資本比率は 65% と、資本負債面の心配はありません。配当金については9月中間、3月期末の年2回配当で、鉄鋼株らしく業績に連動して増配や減配はありますが、ここ2年は大幅に配当金を増やしてくれています。配当方針を確認しますと、中期経営計画では2024年度の配当成功の目標を 30% としています。PBR 0.50 倍の現状を打破するため、今年度も意欲的な株主還元を実施してくれる期待は十分できますし、次年度からの次期中期経営計画での株主還元の方針も楽しみなところです。直近6ヶ月の株価チャートがこちらです。
3月末の権利落ちで下落してすぐに上昇中です。今のうちに仕込んでおきたいところです。今回マネックス証券のスクリーニングで絞り込んだ11銘柄から本日4社のみご紹介しました。逆に言うと他の7銘柄は配当が安定していなかったり業績が悪かったり不祥事案件を抱えていたりなど一癖ある銘柄でした。皆さんが調べる手間が省けますので一応11銘柄すべてをこちらに掲載しておきますので参考になれば幸いです。今回の動画はここまでです。動画の感想や特集してほしいテーマなどございましたらコメント欄で教えてください。また毎週動画を公開していますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。ご覧いただきましてありがとうございました。